アメリカガラスは、スズメメカラス科の蝶類。アメリカガラスは北、アメリカに広く分布しており、ウエストナイル熱の影響を受けやすく、ウイルスの広がりを追跡するための指標生物として有用である。北アメリカ以下の4種の亜種が確認されている。体重は、約300から600グラムで全身が、光沢のある黒色をしており、死誘導色、また、オスはメスに比べ体調が、 大きい傾向にある。アメリカガラスの好物は、トウモロコシや小麦などの穀物だが、基本的には雑食であり、ネズミやカエルなどの生きた、小動物、死んだ動物の不肉や、人間の残飯、植物の種子、その他の鳥類の卵やヒナなどを捕食する。秋や冬など寒い季節は、ナッツや、ドングリなどの好みを主食とする。アメリカガラスは共同で繁殖を行う鳥である。 アメリカガラスのペアは過去に育てた子と共に繁殖を行うため繁殖期には最大で15羽の大家族を形成する誕生した子の多くは翌年以降に親が新しい巣で繁殖するのを手伝うため4から5年間は親と共に生活するまたアメリカガラスは生後2年間は繁殖を行わない繁殖のシーズンの開始は早く4月上旬までに 半数以上のヒナが孵化する。アメリカガラスのほとんどは、カシの木に、多種多様な植物の枝で巣を作る。多くのペアは3から6個の卵を産み、およそ18日間、オスとメスが交代で卵を温める。孵化からおよそ36日には、本格的に餌を食べるようになる。卵やヒナには、天敵が多く、ヘビやアライグマ、ワタリガラスやイエネコに捕食されることが多い。 稀ではあるが、アメリカはシミミズケやタカ、ハヤブサやワシなどの大型の鳥類、コヨーテやボブキャットなどの大型獣も天敵となる。アメリカガラスは穀物を好物とするため、穀物を栽培するアメリカの農家からは嫌われ者だが、穀物を栽培する上で害虫となる昆虫を捕食するため、逆に好まれるということもしばしば起こる。しかしながら、 他のカラスのようにゴミ捨て場やゴミの埋め立て地でゴミを散乱させるためアメリカ人の多くはアメリカガラスに良い印象を持っていないアメリカガラスはウエストナイル熱に容易に感染するウエストナイル熱はもともとを媒介としたアフリカのウイルスで西暦1000年頃から人や家畜に農園を引き起こし旅行先で蚊に刺されて感染した人により1999年に 北米に感染が拡大した。それにより、アメリカガラスの個体数は1999年以来45%まで減少していると推定されている。ありがとうございます。